ブルタコ360ブルタコは1958年から1983年まで存在していたスペインのオートバイメーカーである。主に二ストロークエンジンのオートバイを製造していた。モートジッピーのトップライバーの一人であるセテジベルナウはブルタコの創設者であるフランシスコ・ブルトの孫にあたる。ブルタコの起源は1958年に遡る。 1944年、フランシスコ・パコ・ブルトとペドロ・ペルマニエルによって、オートバイメーカーであるモンテッサが設立された。設立後の数年間は、順調に成長を続け、レース活動でも成功を収めたモンテッサは、1957年には、より大きな工場に移転した。しかし、スペインの景気交代の影響もあって、移転に時間がかかり、その間生産は、 ストップしてしまった。このことによって、会社の経営を維持するためには、レース活動から撤退すべきとするペルマニエルと、レース活動によって得られる技術的な、専門知識こそが、会社の推進力であるとするブルトの間には深刻な意見の相違が生まれ、結局だ協点を見出せなかったブルトは、モンテッサを離れて彼が持つ、他の事業に集中することを決意した。 レース活動推進派のブルトが会社を離れたことにより、ほどなくして、モンテッサのレース部門は大幅に縮小された。その後、ブルトは、元モンテッサのレース部門スタッフの招きに応じて、ミーティングに出席し、その数日後に、新しい会社の設立を打診された。レース活動への復帰を望む。 元スタッフの熱心な説得によって解き伏せられたブルトは所有していた古い農場でブルタコ社を開業し1959年3月24日記者を招いて第1号モデルである 125cc のロードモデルトララ101を発表したそしてその2ヶ月後スペイン GP において上位10台中7台をブルタコのマシンが占めた社名のブルタコは ブルトの生徒彼のニックネームである、タコを結合させたものである。この名前は、ブルタコの最初の契約ライダーの一人であり、ブルトの親友でもあったジブラルタル出身のレーサー、ジョン・グレースの提案によって名付けられた。また、正式な社名のコンパニーやエスパニョーラでまとりず、SA は、しばしば頭文字を取って、サモトと略される。ブルタコのロゴマークは、 ブルトがイギリス人ライダーのデビッド・ウィットワースがピットクルーにすべて順調の合図を送っているのを見て着想を得たものである。ブルタコ MX ブルタコはオンロードモデルやロードレーサーも作っていたが最も得意としていたのはモトクロスやエンデューロ、トライアルといったオフロード競技用のモデルであった。ブルタコの歴代モデルの中で最も有名なのは 1960年代にトライアル競技に革命を起こしたシェルパティであろう。イギリス発祥の競技であるトライアルでは、当時は大きく重い4ストロークエンジンのオートバイが使われていた。ところが、アイルランドのトップライダーであるサミー・ミラーは、ブルトが製作した、この軽量なにストロークマシンを使って、重いンストロークマシンを立った一晩で時代遅れにしてしまったのである。 ミラーは1965年に過酷さで知られるスコットランド6デイズトライアルに勝利すると1967年と1968年にも勝利を再現し1968年と1970年にはトライアルのヨーロッパ選手権タイトルを獲得したこの活躍に刺激されてヨーロッパや後にはアメリカでトライアルの人気が高まり ブルタコにとっては得意分野の市場が活性化するという好循環をもたらした。さらに1970年代には、ブルタコのマシンは、トライアル世界選手権で8回タイトルを獲得し、スコットランド6デイズトライアルでは4勝している。ブルタコのアメリカ市場における重要なモデルである、プルさんは良好なハンドリングと、パワフルな 250cc のエンジンを持つ、 スピードを競う、あらゆる種類のオフロードレースにもすぐに出場できる、競技用オートバイである。後にこのモデルは 125cc、360cc、370cc にラインナップを拡大され、トライアルのシェルパ、フラットトラックのアストロトレールのマタドールと並んで、特定の種類のレースへの出場を目指すユーザーに的を絞ったモデルであった。 ブルタコが製造するオートバイは一部のモデルを除いてそのほとんどが単気筒の空冷にストロークエンジンであった。エンジンオイルは混合給油方式でユーザーはあらかじめガソリンとオイルを混合する必要があった。スペインのバルセロナで製造されたブルタコ製オートバイは世界中のあらゆる国へ輸出されたが最終的にはアメリカが最大のマーケットとなった。 アメリカでは購入して、すぐに、レースに出場できるオートバイとして、レーサーを目指す人々に人気を博した。また、決して、ロードレーサーの開発が苦手だったわけではなく、ロードレース世界選手権の 50cc クラスでは1976年、1977年、1978年、1981年に、ブルタコのマシンに乗るライダーがチャンピオンとなっている。 正常不安と市場の冷え込みにより、ブルタコの生産は1979年にストップした。1980年には一旦生産を再開したものの、1983年には再び工場は閉鎖された。1998年、フランスのオートバイメーカーであるシェルコのオーナー、マーク・テシエが自社で発売する。 トライアルモデルにブルタコブランドを使用するため、ブルタコの商標に関する権利を買い取った。このオートバイは、ブルタコシェルコとして発売されたが、2000年には、シェルコバイブルタコと名を変え、2001年からは、ブルタコの名は関されなくなった。ありがとうございます。